オンリーワンチャンネル、まあちょっとこの、まあ、出る時にはもうちょっと終わってしまってるんですけど、ミュージカルのちょっと話に触れさせていただきたいなと思います、はい、なぜここで触れたいかというと、まあ、先日あの、まあ、リリースの会があって私が混ぜていただいて、あのちょっとそこを見させてもらってたんですけど、そのフレーズ詩の中にやっぱりあれですよね、こう、まあ、朝焼けを見るっていう、まず、明けぼのの美しい光、ね、あなたは感じ取れるっていうフレーズがあるんですけれども、ね、でもその後にまた暗闇みたいな話が出てたと思うんですけど、はい、ぜひそういったものをこうミュージカルとして作ったっていうその思い、経緯、そして何を伝えたい、誰に届けたいっていうところをぜひ2人から聞きたいなっていうところではあるんですけど、はい、はい、あの本をですね、なかなかその読書をこう定期的に行うという、そういった、パーセンテージが低いと、でこれを伝えていく、このストーリーを伝えていくその方法論として何があるだろうかというふうに考えた時に、まあエンターテインメントを、まあ、そういったミュージカル、あるいは朗読劇、あるいはその、ストレートプレー、ただその演じてみせる、まあ、そういったことが頭に浮かんだんですね、でなので、そういった あと活字ではこう出し切れないエネルギーも、そのミュージックに乗せて、歌えばですね、伝わりやすいのかもしれないなと思って、今回はあの朗読ミュージカルというところで、作りました。最初あの当事者というか、こう、ね、こう自分のことをこう、まあまあ、題材にされているそのミュージカルなわけなんですけど、実際こう見てるご自分としてはどういう感覚なんでしょうね。そうですね、あの実はあのこの作品何度かあの舞台化していただいて、どれもあの私からお願いしますではなくって、必ず向こう側から制作チームが作らせていただけないかということをお話をいただいて、でそれは本当に ありがたいことで、私はもう娘のこととかを含めてちっちゃな声で一人で支えき続けていたら、まあ、こうやっての第三者の方が立ち上がって社団法人として応援してくれたりとか、あと今回もそういう作品を通して私がとにかく本を読まない人に伝えたいんですって思いだけを汲み取ってくれた制作チームが、やっぱり彼らなりの受け止め方、彼らの伝え方で新しいメッセージを発してくれてるっていうのが、すごく意義のあることだなと思って、もう当事者になってみたらそれはそれ辛くて見れないぐらいの内容もあるんですけども、これを見た方が新しい何か気づきをもらって帰ってくれたら、やった価値があったんじゃないかなというものに仕上がってるかと思います。まあ、この、まあ、今日の V の、まあ、一番最初にもお話ししましたけど、そこのリアル感っていう部分の、まあ、お話にもちょっと触れたいなというふうに思うんですけど、いわゆるその作り物するって、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、なんかこう例えばハッピーエンドとかね、脚色がつくとかっていうことになりがちじゃないですか、どっちか日本のエンターテインメントって。でもそういうふうにしなかったんですよね今回ね、まあ、そこの話ぜひ僕は伺いたい。私はエンタメを見ているとですね、よくそういったまあシリアスな話というのは大体ちょっとおかしな言い方かもしれませんが、その方が亡くなって何年後とかに、あるいは何十年後とかに、まあ第三者の手によって、まあ、映画化されたり、ミュージカル化されたりというのは、あったんですね。ただ今現在進行中のこの話をそのまま脚色なしに伝えれば、その見ていただいた方々にいろんなメッセージを伝えられるんじゃないか、現代まだ進行しているストーリーを、伝えるということで、まあ、皆さんも自分の人生に、何かしらの方法で取り入れていただけるんじゃないだろうかというところで、もちろんその過去にやっていただけるのもいいと思うんですが、まあ、そこを私の方で制作側にですね、変に脚色して、こう明るく、ハッピーエンドではなく、現在もこの、倉本さんの生活も続いているし、障害を持つ娘さんというのは、一生懸命生きているというところで、
その場ストレートに伝えてくれと、そういうふうにアドバイスさせていただきました。うんうん、はい、まあ、でも本当に、まあ、このチャンネル、まあ、オンリーワンというもので、まあ、進まっていくわけなんですけど、多分、まあ、私がこの題名してしまうのはあれですけど、多分そこですよね、お二人がその今現在進行形であるものをちゃんとこうリアルに、そしてでも、なんていうのかな、一つにまとめるんじゃなくて、もっといろんな形で、まあ、多様性、まあ、ダイバーシティって言葉もまあ使っていいのかどうかわからないぐらい、多様な形でこうお伝えしたいっていう、その熱意、思いっていうものですよね。伝えたいものに、ね、リアルを知ってほしい。で、やはり世の中って知らないより知ってた方がいいことってたくさんありますし、なんかこういうストーリーがあるっていうことを知っていただいたら、ちょっと優しい社会になるんじゃないかなっていう思いですね。だから伝えるとやはりいろんな風当たりもありますけど、ここはもう貫き通すと思って覚悟はしております。はい、オニワンチャンネル。じゃあ、まあ、そんな中で今後ですね、まあ、先ほどもこの中にも話も出てたと思いますけど、ある意味その終わりなきというところ、まだまだというところなんでしょうけど、その中でもご自分の中に、まあ、2人に見えてる光というか、今後こんな形になったらいいなっていうのを改めて教えていただけたらと思うんですけど、はい、じゃあ富永さんからいきましょうかね。今、世界的にはパンデミックという、こういったコロナの状況でですね、非常にそこは今難しいところなんですが、やがてはですね、今ハイテクによって、国境がこうなくなりつつある、で、どの国ということではなく、地球規模という、その規模でもってですね、人々が助け合えるような、その国がそういう事態であれば、こちらに来なさいよとかですね、そういったいろんなそういう助け合いが地球規模でできるような、そういった世界が訪れれば、これはもう理想論かもしれませんが、そこをでも諦めるわけにはいかないんですね。なので、私が残りの人生かけて、そこを達成、できるかどうかわからないですけど、そこを目指したいなと思ってます。はい、でも今発信されることによって、ね、多分これでじゃあ俺も私もっていう人も絶対出てくると思いますからね。はい、ありがたい。はい、私はやはり自分がもっと思いがけない、やっぱり人生って当たり前だと思ってたことがある日当たり前でなくなるような経験をして、でもその時にとにかく助けてって言えなかったんですね。ですからもうそれがそのものに積もって今こう伝えたいっていうところにつながってるんですけど、とにかく困った人がいたら助けてって言える世の中にしたいなと思っていて、それが光なのかわからないですけど、あそこの光見つけてそこに助けてってなんかボールを投げたら誰かが必ず返してくれるような社会を目指すというのが私にとっての光というかゴールというか目標であります。そこの部分も相まってなんですけど、こう時間がたまたまかかって今のリリースになったって話がありましたけど、多分それって何かのご縁だからこそ今なんだと思うんですけど、お二人にとってのキーワードで今だからこそこれを皆さんに伝えたいっていうその思いっていうか、そういったものを教えていただきたいんですけど、どちらかでいいんですか。はい、私は社団法人をですね、コロナ禍で設立してスタートさせました、で、賛否両論があったんですが、今だからこそ、この社団法人は立ち上げるべきというふうに思いましたし、今だからこそこの書籍の翻訳も完了させるべきという判断を、やはりこういったコロナの時代でですね、世界がこう混乱して、皆さんこうそういった人生をこう、いろんなことをですね、振り返り、その自分自身の存在意義をですね、考える機会となっているのかもしれない
ってさ、なので、そういったことを肌感でですね、まあ明確にあの言葉では理由はちょっとその説明はできないんですが、私の直感とでも言いますか、これは今やらなければいけないというところで、行ったことです。ちょっと個人的なことを申し上げると、あの娘がこの春18歳になったの、はい、なりました。で、アメリカでいうと成人なので、それまでにこのような形にしたいっていう思いがあったので、うん、もう何としてでもあの大変なことあったけれども、今伝えたいっていうことを、まあ、あのご了承させていただいて、翻訳チームも頑張っていただいたんですけど、うん、まあ、一方でやっぱりこういう段階、あのこのタイミングでコロナというあの予想だにつかなかった事態が起こりましたけど、私があのいつも下の子どもたちに言っていることが、とにかくあの、まあ、お姉ちゃん、あの、うん、まあ、一番上の長女の下に3人あの子どもたちがいる中で、お姉ちゃんの面倒とかをあの無理やり見ることはないからね、でもあなたたちにとって大事なもの、今大事なもの、お友達を優先していいから、うん、あの今宿題やなくてそれを優先していいから、でもそういう思いが、ま、巡り回ってきて、で最後お姉ちゃん助けてくれる、そういう世の中になるかもしれないからっていうのを感じた時に、やっぱりコロナで皆さん本当に大事なもの、大事な人、大事なことっていうのを考える時間であったと思うんですね。ですから、まあ、この本はきっかけになるかわからないですけど、もしかしたら生きていく中で本当に大事なものっていうのを伝えるタイミングだったのかなと思います。それが今です。オンリーワンチャンネル。あのこの前ね、あのモデリリースの時に私実は伺わせていただいて、あのこれはもしかしたら裏の話かもしれませんけど、あの、まあ、会場に来られた方が、あのいや泣いちゃうすいません、あの会場に来られた方が、皆さんのその会が終わった後に今一番大事な人に連絡しようっつって電話してたんです。その場でそういうことが多分伝えたくてやったってことですもんね。そうですね、うん、あのこの間の回もやっぱりなんで今このタイミングで、でも会いたい人に今会わなかったらもう次はないよっていうことあるじゃないですか、うんうんうん、でやっぱり今伝えたい、今連絡したい人にはもちろんその連絡もしてほしいし、うん、あのそういう思いがきちんと伝わってたら、うん、ちょっと嬉しいですね、そのストーリーが伝わってたと思いますよ。あの本当にあの1階のロビーのところでお電話されてました、ね、そうですか、はい、まあ、これは実は最後に伝えたくて、知らなかったです、はいはい、あの持っていました。まあ、本当にあのまだまだですね、あの実は伺いたいこともたくさんあるかと思います、はい、あのそしてまあこれからのストーリーとかそういったものも多分あるかと思いますけど、それはあのぜひこのチャンネル含めてあのいろんな形であのリアルにあの追いかけさせていただければというふうに思っておりますので、はいはい、あのぜひ多分これご覧になっていただいた方はあの多分いろんな思いももちろんされたかと思います。そういったものもぜひ、ね、コメントとかもいただきながら、そしてあの、ね、皆さんと共有していければいいかなというふうにも思っておりますので、ぜひあの忌憚なくねご意見いただけたら嬉しいなと思っています。もうあの私だけじゃなくてみんな何か宿題を抱えているので、うん、それをあの少しでもシェアできたらいいなと思います。ありがとうございます。あの最後一言メッセージありますか。はい、倉本さんの、翻訳を通じてですね、出産、子供に対して、で皆さんやはり健康って当たり前ではなく、すごいことだと思うんですね、うん、でその健康を持っている人は、そこにすごく感動していただきたいし、うん、でそうでない方は、もう周りに助けてという言葉をどんどん伝えて、うん、まあそのお医者さんとかそういった、まあ西洋医学には限界があるのかもしれないですが、そういったですね、社会、世界を作っていければなというふうに思います、はい、いやもうすいません、あの途中泣いてしまいましたが申し訳ありませんでした、まあ、でも本当にあの素敵なお話を伺いました。まあ、今日はですねこちら、一般社団法人の、みかんの贈り物の、まあ、著者であり、まあ、理事である倉本美香さん、そして代表理事でいらっしゃいます、森永さんにですねお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。